危ないね、一回止めようか。みんな観光客だ。ちょうどここが入り口だね。はい、みなさんこんにちは。ケンガです。サカです。エイキブログです。バニョスっていう村に移動してきました。そう、トイレという村に来ました。そうです、スペイン語でトイレだね。バニョスって旅行客、バックパッカーの中ではね、かなり人気な街で、あ、めっちゃ観光客だ。2つアトラクションがあって、1つは温泉。いや、それで有名だけど意外と観光客がいた。もう1つは空中ブランコ。そう、あのアルプスの少女ハイジでさ、オープニングでハイジがでっかいブランコに乗ってさ、空に突き抜けていくやつあると思うんだけど、それの実写版みたいなブランコがあって、エクアドルバージョン。アルプスじゃなくてアンデス。アンデスの少女ハイジ。そういうこと。今日はその空中ブランコをやりに来ました。もう見えてる。このクオリティ やばいよ。大丈夫、信じましょう。怖わ、ダメか、ガチャンって外れたら信じますよ。自分で後ろに下がっていって行くべ。おい、何やってる。おい、殺そうとするな。信じられません、殺そうとしました。わお、どて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 危ない。まっすぐに押して。ごめん、危ない。まっすぐに押して。危ないね、一回止めようか。危ない、危ない。何をやって。一回止まろう、危ない。疲れた。意外と標高高いからすぐ息上がるわ。2600m。はい、ということでひとしきり遊びました。楽しかった。ちなみにね、標高がね 2660m で、まあ、今日みたいにね、霧が出てる日がね多分多いと思う。私来た時に晴れてたら、まあ、ラッキーで多分めちゃめちゃ綺麗だと思う、景色も。本当になんか何もないところでスイングするみたいな。まあ確かにね、白い世界に突っ込んでいくみたいな。まさにね、子供がいるとね超楽しんでもらえると思う。だから家族連れの人とかね、めっちゃおすすめです。ここ8歳以下は禁止らしい。まあ、なので8歳以上のお子さんがいればね、来てみて遊んでください。めっちゃ楽しいです。で、大体ね、所要時間1時間ぐらいかな。ジップラインとあとブランコが2個で、本当にちっちゃい敷地で山の上にあるんだけど、バニョスの村からバスでね40分ぐらい山道をトコ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 上がってくると、まあここに来れて。入場料1ドル。そう、安い。だから、あの、日本であんまりありえない。で、今は帰りのバスを待ってます。もう一回ブランコを使います。もうちょっと遊びます。パワフルな、やった。はい、ちょっとバニョスの村のセントラルマーケットにやってきました。お、フルーツ売ってる。なんか食べ物も売ってるかな。ちっちゃいキオスクみたいのがバーって並んでて、それぞれが屋台みたいになってんだね。ちょっと今2時なんだけど、もしかしたらね、もうクローズしちゃってるかもしれないね。あ、やってるところもあるよ。やってるお店もあるよ、普通に。見て、メニューもある。プレートメニューでだいたい2ドルから3ドルぐらいだから、
まあ300円ぐらいかな。安いよね。食べたい。2人でなんか1プレート食べたい。ちょっと何食べるか決めよう。出来上がった模様です。グラシアス。わお。ビッグプレートだね。ありがとう。ジュース？ジュース。ミックスジュース？見てご飯来た。ライスとソーセージと卵、チキンの煮込んだやつでマッシュとバナナかな。であとは野菜、アボカド。スーパーボリューミー。いただきましょう。手離しちゃダメだよ。1、2、3、ゴー。